はい、前にジャンクで買った PSP の周辺機器をまたジャンク品だけで揃えてみました。1620円で買った。もうアップデートできたんで、あと電あのバッテリーはメルカリで買ったんで、一応今バッテリーは入ってます。最初買った時はバッテリーが入ってなかったんでアップデートできなかったんですけど、まずは GPS のレシーバーですね。これもう108円で買ったんですけど、ちょっとナビゲーションこれつなげて、ちょっとナビゲーションが本当に使えるかどうかちょっと試してみたくて、まあPSP でナビゲーションは多分使うことはないとは思うんですけど、ちゃんとこのレシーバーでちゃんと衛星を受信するのかなっていうところで、このポータブルナビ2、このソフトは80円になってました。まあ、結構地図古いんですけど、まあ2007年ですね。街中、そこら辺の街中歩くぐらいだったら使えるかなと。それでちょっと外でね、試してみたら、ちゃんと衛星を受信してナビゲーション使えました。地図もちゃんと表示されて。最初はなかなか表示されなかったんですけど、ちょっとやっぱし時間がかかるかなってところで。まあ、スマートフォンで、まあ、ナビ、外を歩くときは使うんですけど、もし電池切れちゃった時とかはいいかもしれないです。ちゃんとちょっとつながらないかなと思ったんですけど、ちゃんと地図が表示されて受信しました。そしてこのピンがちょっとね変わった感じで、端子がこういう風にちょっと違うような、もうこれは PSP 用って書いてあったんで、これもジャンク品で探したんですけど、これソニーの PSP っても書いてあったんで、これは探すときは楽でした。これも324円で、これはビデオキャプチャー、パソコンにつなげたり、テレビにつなげるコードです。あとケース、これも108円です。あと、アダプターですね。もうこれも、選ぶときにもう PSP って書いてあったんで、簡単に選べました。ということで、ナビアを使えるようになって、アップデートできたんで、今一番最新のバージョンになってます。あと、まあ、家でほとんどやるんで、電源挿したままやってます。ということで、周辺機器もジャンク品で揃えました。以上です。